は14時30分をりました。未いサポート夏春堂プレゼンツ大人チャレンジ人生は夢だらけ略して音夢この番組はやりたいことに下向きに頑張っているかっこいい大人の人をインタビューする応援番組ですお相手はラジオパーソナリティのなおさんです、えー、この番組はギノワンヒルズ FM ギノワン海の見える素敵なスタジオからではなく サザンオールスターズの生まれた町、神奈川県茅ヶ崎市からお届けしております。15時までの放送です。えー、皆様最後までお付き合いください。えー、さて簡単にね、えー、この番組の、えー、コンセプトを、えー、お伝えしたいと思いますけれども、えー、この番組はですね、えー、やりたいことにひたむきに頑張っている大人チャレンジをしているね、えー、そんな素敵な大人の方を、えー 紹介するという番組です。で、私は何をしているかというと、この番組ではね、そういうインタビュアーをやっておりまして、もう一つの顔がありましてね、えー、その顔はお金のかかりつけ医というね、えー、そういう一面も持っています、えー。決してお医者さんではないんですけれどもね、お金のことのお悩み相談、まあ、あの、節約したりとか、それから資産形成に少しでも回せるように一緒に考えたりとか、まあ、そんなようなことをやっています。 夢とお金って本当に密接につながっていると思っているので、その両面からね、えー、皆さんの,みの未来を実りあるものにするというね、そんなお手伝いをしております、えー。私自身もまだまだやりたいことだらけで、この後ろのね、この壁紙はですね、私のやりたい言葉。 詰まった意味マップになっているんですけれどもね。まあ、こんな私もですね、えー、やりたいこと、ひたむきに応援してもらいたいんだけれども、まずその前に、えー、そういう人たちを応援したいということでね、そういうコンセプトでこの番組始めております。えー、この番組ではメッセージも募集しております。メールアドレスは7、7 9 7アットマーク f m g ノ i n o 1 c o m 7 9 7アットマーク f m g ノ i n o 1 c o m です。 FM 技能ンのホームページや YouTube でもネット配信もしておりますので、ぜひチャンネル登録してみてください。えそしてスマ、スマホのアプリからはリスンレイディオとかマイチューンレイディオからもね、配信しておりますのでね、ぜひこちらの方も登録をしてください。さあ、それでは早速ゲストトーク行きましょうか。未来サポート夏春堂プレゼンツ、大人チャレンジ、人生は夢だらけ。 ここからは大人チャレンジをしている大人の方を紹介するゲストコーナーです。えー、今日はですね、本気軸の代表、枠田慶太郎さんです。枠ちゃん。ね。もう本当にもうなんかエネルギッシュな方なんですけれどもね。えー、枠ちゃんよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい。ではまず簡単に自己紹介お願いできますか。 はい、えー。皆さん、はじめまして。株式会社本気塾の代表の枠田敬太郎と申します。えー、今は、えー、企業の管理職の方向けに、えー、教育を、えー、しながら、えー、企業、人や組織の、ま、課題解決を、えー、図るということをあの一緒に、えー、クライアント様と一緒にですね、課題解決を行っております。はい、はい。こんな感じでよろしいでしょうか。はい。ありがとうございます。枠、えー、ちゃんは今どちらにお住まいですか あはいえー、あの東京の品川のほうに、はいはい、お住まいなんですね。えー、いますお外はどちらでしたっけ、はい、出身はどちらですか出身は静岡の三島ですね。三島という。はい、はいはい、はいはい、はいそうなんですね。なんかね、あのー、こう今ね、あの企業様と関わってっていう、このお仕事は本気軸っていうね、あのー、すごい素敵なお名前、ちょっと変わった。 もう一回聞いたら忘れられないようなね、<laughs> 名前になってますけれども、はい、まあどういうきっかけで、えっ、ー、と、何年前から始められているんですかあ、はい、えー、この本気塾としては5年目、五年前から独立をして、この屋号というか、うん、はい、社名でやらせていただいてます。はい、はい。なるほど。なんか、どういうきっかけだったんですかね。そうですあの、私がもともと、まあ、社会、社会人になってから、あの、途中、うん キャリアを変えまして、教育の方で、最初ずっと働いていたんですけど、最初は研修っていうものを売る仕事をしていまして、会社員として。はい、で、やっぱり会社の人事の方とか課題を聞いて、うん、あのお仕事をさせていただいてたんですけど、うん、やっぱり徐々にいろんな経営者の方とか管理職の悩みとかを聞く中であの、たくさんの方がその教育をして、あの実際それが 結果となるまでできて、できる方とか、あの、成長できる方って、一番の違いは、この、ちゃんと、ご本人の、うん、まあぶれない信念とかですね、うん、まあ軸をちゃんと持ってるかどうか。どうしても会社にいると、会社の言われるがままに、どうしても合わせていく。で、結局あんまり生き生きしてないって人が <laughs> う結構多くてですね。うんうん、なので、一人一人の、まあ、そういった軸を作りたいということと、はいうん、それは、あの、 こうモチベーションとかっていう,こう表面的なものではなくて、ご本人の中にある本気となるまあ軸を作りたいという、そういう思いがあの、うん、出てきてですね、うん。その結果、のこの軸をまあその社名にしてやっていこうということで、うん、はい、そのように独立をいたしました。なるほど。なんかそのね、あの本気で関わるみたいなことって、ちょっと今の世の中ってめんどくさかったり、はい、はい すする人多いいじゃななでかんとなくもう、まあ、なんとなくね研修やって、まあ、それで収入を得られれば、はい、まあそれでいいやみたいな感じの方もね、はい、たくさんいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけど、はい、その中で一歩進んでその本気で関わろう、はいはい、えそういう思いってどうしてそんなふうに思われたんですかあのまあ教育業界に今19年目になるんですけど、うん、あの私が独立する前までのこう業界のこう やっぱ体質っていうんですかね。うん、やっぱりこうやって終わりっていうか、あとまあ先生とか、あの、うん、まあコーチって言われるので、うん、やっぱりなんとなくその、まあ本当にすごいパフォーマンスを発揮されてる方でも、うん、こうやっぱり受け身だなっていう感覚を、まあ私がそう思ってしまったんですね。で、うん、言われたらやる。で、うん、やって終わり。うん、じゃそれが本当にその先、うん、あの企業が良くなったり人が生き生きしてるかっていうと、そこまでは、あの、 それは何でしょうね。お客様の次第みたいな。うん、<laughs> あなた次第ですよっていうのが、うん、私はこれ違うんじゃないかなと思ったんですね。うん、本当に多くの投資というか金額をいただいて、それに対してちゃんと結果を出さないと、うん、なんかこれは無責任じゃないかなっていうふうに思い出したので、うん、なのでこちらが、まあ、主体的に、うんうん、あの、本当の思いや情熱を持って、まあ、変わっていきたいというふうに思って。 どですか、はい、例えば具体的にどんな関わりをしているとかっていうことってありますあお,あお客様にですかね。うんうん、そうですねあの、最初に目標を達成するために、例えばその、うん、え人がすごく辞めてしまうとかですね、うんあの、次の社長の右腕が育ってないとかですね、目標が、まあ、業績が上がってないっていう、まあ、こういう、うん、まあよくあるこう課題みたいなのがあるんですけど、 あの、それを、だいたい半年とかかけて、あの、改善していくんですね。うん、で、それを、まずどうするかっていう、この目標設定を、最初にですね、うん、念入りに、まあ、経営者の方や、うん、特にそれを、あの、会社の中枢を担うですね、まあ、管理職の方を、うん、と、まずは目標設定をするというのが、まず第一になります。はいうん、この目標設定が、あの、まあ、コミットって言うんですかね、えー、やると、やるぞとならないと、これは、あの、我々がどんだけやっても、 絶対結果は出ないので、まあ、目標設定がやっぱ一番肝になってきます。うん、で、その後に目標を決めてから、うん、まあ毎週のようにこうセッションを週1ぐらいのペースでやっていって、まあ、その目標を達成していくということになるんですが、目標を達成するっていうのはまあやり方の部分なんですけど、うんうん、もう一つ、あの、まあ、弊社の特徴が、その本人の自己理念というか、軸になるんですけど、うん、まあマネージャーとしてリーダーとして、あと個人としてっていうその軸を作る この内、うん、内政って言われるんですけど、うん、自分を深く顧みて、うん、自分の価値観とか、うんえー、これから自分の本当にどうしていきたいのかとか、うん、この会社で何を自分は成し遂げていきたいのかっていう、かなり本人のそのコアとなる部分をセッションを通して見ていきますので、うん、この本人のあり方を向き合うということと、うん、目標達成のためのやり方を見直していくっていう、この両方をあのずっと見直して生き続けながら、 約半年間、まあ一緒に伴走していくという形ですね。はい。な結構しつこいしつこいと思います。おせっかいというか、はい。おせっかい。あ、おおしおお尻叩くと叩くみたいな。ああなるほどなるほど。うんうん。でもそういう存在ってね必要ですよね。そうですね。だから他の会社のところは割とこうあとはあなた次第ですよとか。うんまあこういうスタンスが外部の方ってまあ比較的多いんじゃないかなと私は思うんですけど、弊社の方はあの。 後追いが、ちょっとこう、激しいというか、<laughs> 逃さないっていう感じです。<laughs> やると言いましたよね、みたいな、そう,そう,いう <laughs> いそう。いうそ,そんなふうには言わないですけどね。ただまあ、うんはい、言った以上はね、結果を出してもらいたいなと。はい、年間どのくらいのクライアントさんと関わってらっしゃるんですかえっと、毎月、まあ、十、十、 から15ぐらいのプロジェクトとか個人と関わってますので、年間で言うと100とか150とか、ね、あの合計になるとそれぐらいになるかなという感じですかね。具体的にそうやって軸っていうところに着目してき、はい、てで、実際そういう研修というかねあのコンサルやってきて、はいはい、すごく良かったなと思うことってどんなことありますはい、はいあの 誰にも打ち明けられなかった悩みを、うん、まあ、枠田さんだから話せるってこう言われた時とか、うん、はい。あとは、やっぱりそれが終わった後に、やっぱりこういう結果が出たとか、うん、成果が出たっていう、その実感値がこう、私も得られた時に、うん、まあ、目に見える数字でこう変化が見えた時なんかは、うん、あの、すごいやってよかったな、というふうに思いましたね。もっと究極は、一緒にこう、あの、サポートさせていただいてから、 あの、そういう仕事を一緒にしていきたいっていううにこう言ってもらえたときなんかは、あ<ー>あの本気軸の例えばコーチとして。そういうのはやっぱすごく嬉しいですね。なるほど。はい、そういう方もいらっしゃるんですね。おりますね。うん,うんうんうん。はい。なるほどね。すごい。あの、後ろのね、その赤いあのバッグのところに、はい、弱さを強みに変える、変わるまで伴奏するっていうふうにね、はい、書いてますけど、はい、もう弱さを強みにって、 なんか私も一つの自分の中の課題の一つかなって思ってるんですけどなんかちょっとこう逆に「えそこ突っ込むの?」って言われたりすることもなんかあるんですかありますね。そこには触れられたくなかった実はみたいな。ありますあります。うん、まあ私で言うと最近、まあ、弱さっていうかこう言い換えると闇みたいな話になってくるんですけど自分の弱さとか、ねうん、こう触れられたくない過去とか。うん、あのー こう自分ここダメだなって、まあこう思ってるような部分とか、うん、まあ私なんかも結構自分を責めてしまうっていうか、あの結構ずっとテニスをやってスポーツ系でやってきたんで、結構自分に厳しいみたいなところがやっぱあってですね。うんうん、で、あるセッションの中でも、その弱さと向き合う、はい、あのパートがあるんですね。うん、で、そこをあえて、まあ過去を振り返ってですね、えー、自分のここがダメだっていうものをもたくさん洗い出していただいて、うん、で、実はそれをこう転換するというか、 実はすごいそれがその方の強みになっていたりするんですね。こう変な話なんですけど。うんうん、はい。そういうまあ見方を変えるっていうのが、実はその人の、なんか武、武装とか武器持たなくても、実はもうその人らしく、本当はすごく輝けるんですよね。うん、まあ、そこは私自身もすごく実感してきているのと、うん、あの、いろんな、えー、サポートというか、あの、ご一緒させていただいたお客様なんかもそこでこ、自分らしさにこう目覚めていかれたので、うんうん、はい。 本当、ここは大事なあのポイントだなと思ってますね。確かにね、はい、もう本当、長所短所ってね、よくありますけど、はい、裏返しだったりしますけどね、そ,うですねそれが自分の中でそれをダメだって思ってたら、その先進めなくなっちゃうし、はいうん、でもあの、意外とわかんないですよね、自分自身では、これが。 わからないし、何が強くて何が弱いって、あの自分で自己理解してる部分と、うん、やっぱ周りから見るとこうなんじゃないんですかっていうこととかで、うん、こう、分析して、やっぱ全然違いがあったりもしますんで、やっぱ意外とね、はい、なかなか難しいもんですよね。自分一人でそういうものをね、ねやるっていうのは。今のが本当にね、あのー、 すごくこうコーチングされてる方とかって多いと思うのでそういうところでは本当に差別化するっていうこともとても大事だと思うんですけど、はい、あのもっともっとこれからやりたいことってまだまだたくさんあるんじゃないかなというふうに思うんですけどはい枠、はいはい、ちゃん自身はこれからどんなふうにな,りたなっていきたいなとかあるんですかあ,ありがとうございますいや私ですね実は今企業向けがメインなんですけど実は子どもも大好きで、はい、あ子供、まあ。学校ですね 学校でですね、うん、その自分の将来が見えない、まあ見えないんですけどね、将来は。うんうん、<laughs> 将来なんでい,いつになっても見えないんですけど、うん、やっぱこう、どうしてもこう横並びで、まありと比較してしまう世の中から、うん、あの、今の自分で、あの、決められるというか、うん、まあ本当に小さい子供の頃から自分で決められるような癖とか、考え方を、うんうん、あの、持てれるような、まあ小学校でのこう、 教科書を作るっていうのが一つ夢としてありまして、全国の国語算数理科者がいてあると思うんですけど、道徳とかってあったの覚えてますかねその道徳の中に倫理じゃないですけど、子供向けの倫理教科書みたいな、軸教科書。軸教科書。軸ノート。軸ノート。軸ノートとか軸テキストを作ってですね、その まあ私も、あの、その本気軸で言ってるのは、本気っていうのはこう無理やり、行くぞみたいな、こう、変に熱くなるとか、無理するんじゃなくて、うん、まあ、そのありのままの自分に OK を出すっていう、その習慣を作るってことなんですね。それをそういう教科書とかを通して、そういう授業ができていって、うん、それをやる先生たちも、素敵に,に、保護者の方もまあなんていったら、すごくいいなと思ってるんで、そういうことを広げる活動をしていきたいなと。うん おいいですね。学校全国回るみたいな。そういうのできたら最高だなと。最高ですね。全、全学校にそういう教科書を届けるみたいな。いいですね。めちゃめちゃいい。なんか、めちゃくちゃやりたいですよ。ね一緒にやりたいなんて人が、僕の番組聞いてね、もしかしたらいらっしゃったるいもやもうったらもうぜひちょっと、ねもうね、いろいろ、皆さんでね、肩組みながら。肩組みながら。いいですね。結構もう、やっぱりその、 今ね、子供もそうですけど、はい、まあ、まあ、高校生ぐらいとかも、はい、なんかもう、なんていうの、もう人生に疲れてるじゃないけど、ね、あの、そうなんですよ、夢とかも、本当に、なんていうの、もう、あの、サラリーマンでとか、 コツコツお金を貯めてて大事なことなんですけど私もそういうことを教えてるんですけどでも大事ですよねそう大事な考え方だと思いますそうだけどやりたいことがあってこそなんですよねうんそうですねそのやりたいことを昔はね本当ににんかお嫁さんになりたいから始まり学校の先生になりたいとか漫画家になりたいとか歌手になりたいとかいっぱいあったと思うんですけどんか今それが あのまあ、あの簡単にできることもあれば、逆にすぐに挫折しちゃうっていうところもあって、うんうん、そういうところって、やっぱりその軸がぶれてるというかね、ちゃんとしてないのかなって思うと、はい、やっぱね、あのワクちゃんみたいな活動されてる方って、とっても重要な、うん、セクションにいるなと思うんですけど、ありがとうございます、はいはい、ぜひぜひ、なんかこれからも頑張っていただければなと思いますが。はい はい。えっと、そうですね。あの、これから、じゃあ、えっと、それに向けて、なんか実際に、例えば、こんな活動をやりますとか、なんかそういう、近々の PR みたいなのであります告知的なことが。あ、はい。あの、ちょっと今、いろんなデイさんの団体とか、所属しているコミュニティなんかで、うん、あの、いろんなイベントをやったり、その中で、私の考えをこう知ってもらうような、 とも積極的に、あの、行っていきますあの、近々は、まあ本当に、イベントとかですね。あとは、あの、SNS とかでの動画配信とか、YouTube とかですね。YouTube はちょっとこれからなんですけど、あの、LINE などでちょっと動画配信とかも、TikTok とかもやってますので、もう、はい。SNS 祭りですね。いろいろ、発信を、とにかく今は頑張るのと、あと、イベントですね。イベントなんかを、いろんな保営者さんとの団体と組みながら、 うん、まあやって知ってもらう活動をまあ地道に盛り上げながらやっていきたいなと。こういう方とつながりたいとか、なんかそういうのもあったりしますあ,ありがとうございます。うん、あの、本当に私が今日お伝えしているようなことに共感して、一緒にやりたいっていう方を、本当につながりたいなと思ってます。うん、まあ大体、やっぱそうすると、例えば人とか組織をあのより良くしていきたいとかっていう、まあ、そういう例えばお仕事をされてる方。 あの、CEO の方かもしれないですし、教育関係の方かもしれませんし、うん、そういう方とはもうぜひ、あの、ね、一緒にお仕事もできるかもしれないので、えー、つながりたいなと。はい、いうのと、と先ほど小学校の、うんまあ、書籍出版の夢なんかもお伝えしましたので、そういう学校教育に詳しい方とか、はい、はい、あの、そういうことなんかアドバイスいただけるような方なんかいたら、ぜひ、あの、 お,お茶をさせていただきたいなと。お茶を、ま、お茶から <laughs>、はいお。お茶したいなと思いますお茶したいなと。はい、ありがとうございます。えっ、ー、と、枠ちゃんにはどこ、どこでつながったら、連絡取れますか <laughs> あそしたらですね、あの、うん、なんか、この後もし LINE とか、公式 LINE っていうのがあるので、そこに入っていただけたら、コミュニケーション、そこでやり取りできますので。うん、はい はい。そちらを、では、お送りできたらなと思います、はい。えっと、公式ライン、なんか、えっと、あの、URL みたいなので。そうですね。URL がありますので。はい、今、今ってわかりますあ、わかりますよ。はい。ど、どこにお送りすれば。あ、えっと、どうしましょうね。じゃえっとね、私のラインに送ってください。はい、えっと、今、もちろん読みますので。はい。ごめんなさい。さっき言っとけばよかった。はい。いやいやいやい。いや、そんな素敵なね、あの、活動している、はい。 わくちゃんなんですけど、はい。あのこの番組ではですね、皆さんから曲のね、あのー、リクエストをいただいてるんですね。うん、はい。はい。で、今日はね、わくちゃんにもわくださんにもえっ、ー、とリクエストをいただいていて、え、待って、徳永英明の夢を信じてなんですけど、はい、あれ、待って、わくちゃんってなん、おいくえ、歳いって大丈夫？何歳とか聞いても。もも今四十三ですね。あ、四十三なんですね。はい 全然まだもう30代ぐらいかと思ってましたけどはいあのよく言われますいややっぱり一回りしたぐらい見られますねまあだかね独立してやりたいことやれてるのかなんかどんどん若返っていく感じがしますはいい心もなんかこう走ったりもね運動もしてるからかもしれないですけどそうなんですね運動あそっかあのねスポーツ大好きっておっしゃってまねはいはい ましたありがとうございます。LINE 公式サイトがですね、はい、ちょっと今読み上げるしかできないんですけど、読み上げますね。はい。はいえー、https、えー、プロトコル、コロンっていうんですかね。コロンですね。ね、コロン。で、スラッシュスラッシュ LINE.me、LINEMe ですね。そしてスラッシュで、 大文字の r。そして、また、スラッシュ。<ん>そして、小文字の ti、<ん>スラッシュ、p、スラッシュ。で、アットマーク18 w、181kkwod ですね。はい、はいえー。そうか。もう一回言いましょうか。http プロトコル、スラッシュスラッシュ、ラインド と、me、スラッシュ、大文字の r、スラッシュ、ti、スラッシュ、p、スラッシュ、アットマーク、数字の181、kkwod ですね。はい。本基軸。そうですね、本基軸ってカタカナで検索したら出てきます。出てきます、うん。あとは、カカね、あの、今お送りした、うん、あの、このメールアドレスでも。はい。 はい。あのー、これでもご連絡もし、ラインが難しい方がいたら、はい、あのメールであればもう、いつでも。はい、了解です、はいえー。メールの方が、えー、全部、小文字です。えー、ワークくだ、アットマーク、ほんきじく、ドット、シーオードット、ジェピーね。ワークだ、アットマーク、ほんきじく、ドット、シーオードット、ジェピー はい。こちらの方までね。はい。w a k u d a s ー w o r h o n k i j i k u ですね。はい。co.jp ですね。はい。よろしくお願いします。はい。では、最後なんですけど、徳永秀明さんのね、夢を信じて、これを聴きながらなんですけれども、この曲、選曲していただいたのは何か理由があるんですか あの、実はですね、これ私もわす、はい、忘れてたんですけど、先日、うん、ある、まあ、経営者団体の教えで、こう、親と、まあ、こう、ちゃんと向き合う機会があってですね、うん、はい。あの、実家の親に、こう、会って話した時に、うん、まあ、妹が私いるんですけど、妹が、うん、でまあ、いろいろの、私自身のことをいろいろこう、振り返ってた時に、あの、いつも、そう、お兄ちゃんから、実は小さい頃、 すごくこ,うこの曲を聴いて頑張れって言われた曲がい今のこの徳永秀明さんの曲だったんですね。えー、で、そう言われて、うんまあ、確かに自分も、まあ、学生受験とかやってたんで、うん、勉強とかすごい頑張ってたなっていうのと、うん、改めて歌詞を見るとその折れた翼をちゃんと、ね、こう受け入れて前に進もうみたいな、うん、こ,うこういうメッセージが、まあ、すごく今の私の思いというか授業とも重なるなと思ったのではいあの、推薦をこの曲にいたしました。 はい。ありがとうございます。はい、この曲ね、今流れてますので、それを聞きながらのお別れでもう本当にあと1分ぐらいしか残りなくなっちゃって、おめんください。はい。今日はですね、えー、本気塾の代表、涌田慶太郎さんにお話伺いました。涌、え、田、ー、さん、ありがとうございました。ありがとうございました。してください。ありがとうございました。失礼します。失礼します。